安定したバランスを作りましょう。その2、少し足元を見てくださいね、ルルベに上がっていく場合に指先をこうやって詰めてしまう人がいます。これはグラグラの原因です。まず一番最初にしっかりと足を開いて、ここから上げてください。いいですか。しっかり開いて指をちっちゃく詰めないことが大事です。開きましょう。さあ、そして高いルルベを作った時に、実は一番体重がかかる場所はこの場所です。決して指先ではありません。この指の腹のところ、この部分ですね、ここに体重がかかっていることが大事です。ピボットをしたり、バランスをするときには指先ではありません。指のこの付け根のところ、ここに体重がかかっている。これをイメージして立ってください。そうすると安定したバランスにつながります。またねー。